皆さんこんにちは、オルタナチャンネルの時間です。今回はこちらポケットリフターに挑戦したいと思います。狙うべきはこの PS3。 それでは早速やっていきましょう。ポケットリフターの遊び方は簡単。100円玉を入れてルーレットを3回回します。その合計が5以上になれば商品ゲット。しかしマイナスを出すとその分リフトが下がってしまいます。それでは早速挑戦したいと思います。100円玉出ます。 PS3 はもう4つまで上がってるんで、1を出せばもうゲットです。これは簡単でしょ。いける。はい、いきます。ルーレットが回った。あ、マイナス3。いけてね。一気に3万しちゃった。でもあと2回やるんでね。もう1回いけ。あ、マイナス1。いけてね。ゼロまで戻っちゃった。くそ。だけど5が出れば、あ、また4万だった。4まで当てたということはまだ命拾いせえ。さあもう一回トライだ。1を取ろう。1マイナス2マイナス2下がらないで。あー、 250GB モデル。よいしょ。マイナス1また戻ってる。いけてねー。さあ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 、ここだ。マイナス1。地球は回る、どこかに君をなくしてきたから。よし、 PS3 取ります。ちょっと僕はね、あの目を閉じて神に任せて。いくつ？マイナス4。言わないですよ。取れた？上がってません。取れたでしょ。次絶対取れるから。上がってるんでね、もうこれ見極めますよ。この5位ってあのもう向こう側落としてまた倍として帰ってきますよ。1だった。マイナス。まだ望みはあります。あ、欲しい。ほら、いや、ここら辺どうしたらこうなったんで、ここに指で圧かけてます。1。あ、マイナス2。それでは2100円分目、これからは僕も裏技を使ってねやっていきたいと思います。まずこれ入れますね。で、選択はこれ普通にします。はい、選びました。1回目の裏技はこちら、顎で押すっていうのが、ね、重要なんですね。こっちの手じゃなくて顎で押していく。え、これまだ序の口ですね。うん、顎のパワーは2回目から出ますからね。はい、顎。うん、これですね、3回目なんですよ、顎が効くのは。だんだん顎効いてきますからね。さあ、それでは顎でいきましょう。はい、ありがとうございました。続いては2200円分目チャレンジしたいと思います。入れます。はい、選びます。ほい。そして PS3 まだ諦めません。次の技はさりげなく歩いてきたところでポチッと押すと。でも意識しちゃダメなんです。こういう風に普通に歩いてきてね、ポンと押す。で、もう一回これ、うん、もう一回これ、よいしょ。ほら、ほら、来た。そしてもう一回、さりげなく、もう気にしちゃダメ、気にしちゃダメ。次の裏技はあえてこちら選択した後、背面ジャンプボタン押し必殺技でいきたいと思います。こちらウルトラシーな技なんでね、皆さん気をつけて。ほら来た。1ね、すごいでしょこれ。背面後ろジャンプ、よし。ほら出た1。これ1が出やすいんです。刻むときに使う技ね。
次の謎は子供に押してもらうぜ。さあ、オッケーオッケー、まだまだオッケー、まだまだ、あと2回ある。さあ見極めて、よし。さああと4が出れば、4が出れば大当たり。惜しい、ここだったら当たってた。ありがとう。イエイ、ありがとう。さあ、キヨちゃん、セミナルでこっちで2秒後も行ったんだ。皆さん、最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録の方よろしくお願いします。後編の更新が自動で届いて便利です。スマホの方は説明文にある URL をクリックしてください。それではまた来週、ぜひ楽しみにしててください。またね、バイバイ。